はい、ということで今回は、久しぶりのコラボ動画になります。お相手はテオトさん。この間ね、PVP でマッチングした動画あげたんですけど、その時にね、コラボしたいコラボしたいって僕が言ってたら、テオトさんもコラボ全然しましょうっていうことだったんで、まあ、後日ツイッターで連絡させてもらって、コラボさせていただく形となりました。僕からコラボしませんかっていうのめちゃくちゃ珍しい気がする。もうそれだけコラボしたかったテオトと。ということで今回普通に参戦やっても面白くないなということで、ルールも設けてきました。で、1試合目Z アビリティ4に含めて、もう何かしらの麻痺能力の持ちのキャラクター6体縛りでバトル。まあ、僕とテオトさんといえばね、麻痺みたいなところあるんで。嘘、麻痺、おい、今完璧に避けたぞ麻痺、許さねえぞ麻痺。多分ライジングラッシュ溜まりそうなんでしょうね。麻痺許さねえぞ、おい麻痺、おい、ほほ、麻痺、はい、気力ない、気力ないだろ。あ。はい、麻痺みたいなところありますよね、皆さん。覚えてますよね。で、2試合目は、まあ、テオトさんベジータ大好きなんで、ベジータ一家パーティーでバトル。まあ、これ、ベジータ一家に関しては、アビ枠は自由。もう何でもあり、バカ野郎とか入れても何でもいいよって感じでした。で、3試合目は、お互い、まあ、ガチガチのパーティーで組んのかな。何でもありのバトル。となっております。というね、3本立てなんで、結構最後まで、見どころかなりあると思うんで、ぜひ、最後まで見てもらえたら嬉しいです。で、概要欄にテオトさんのチャンネルのリンク貼ってあるんで、ぜひ、相手視点も見てみてください。ということで、行きましょう。はい、ということで、テオトさんとのコラボ戦になります。コラボなんてめちゃくちゃ久しぶりじゃない？実況者大会はあったけど、コラボっていう形でやるのは、なんかめっちゃ久しぶりな気がする。で、1戦目。アビ役含めて全員麻痺を持ってるキャラクター縛りやっていこうと思います。因縁の対決ですね。これテオトさんには絶対に勝たないといけない、対決となっておりますけど。おおおなんだ、あ、そうか、シャロットにも麻痺継承できるのか。それ盲点だったな。それ盲点だった。あ、それいいな結構。で、僕は上3人ですね。腎臓にこの赤フリーザの特集、もうこいつの特集麻痺なんで、めっちゃ使いまくってやろうという感じです。なるほど。で、テオトさん、あ、系譜っていうかフリーザ軍系譜みたいな感じ。結構麻痺持ちいますね、そういえば。なるほど。僕最強の麻痺キャラクターいるんで、これは何としてでも勝ちたいですね。スーパー17号いるんで。あ、なるほどね。あ、シャロット使いたかったな、そう考えたら。面白い。これ本当に知識の勝負みたいなところあるからな。どんだけ麻痺持ちのキャラクター知ってるかみたいな。めっちゃ探したけど、この3体が強そうだったんで。お願いします。タックル回避、一定キャラチェン回避。あ、ずらしてくる、うまい。まあ、一旦よだめつけましょう。あ、何？それ吸収できないのか。待って、やばいやばい。お互い赤振り対決になってる。やばいやばいやばい。いただきます。よし。いや、でもこの特殊はね、赤振りで使いにか。あ、やばい。怖い。やだ。いや、17号カバチェンで出したいんだよな。ちょ、待って。やばい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 。やめてください。ちょっとくっそこいつ麻痺を使いこなしてる。だから気力現象めっちゃ強いからね、17号。あ、来たー。で、こっち出す。まあ、ダーブラ出てくるよね。うん、だよね。お返ししましょうか。麻痺のプレゼント。で、気力回復ちょっとだけ入れて、射撃撃ちましょう。麻痺や、よーし、お前ざまあ見ろ。これが麻痺対決です。おい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 、おい大丈夫か？マヒレ！マヒレ！よし、入った！おい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 ！気力回復めっちゃ強いな。てか、スーパージュナゴめっちゃ通りいいわ。もうやるわ、俺。あ、待って、シャロットってさ、状態異常無効もついてんのか。相当この対決に合ってるじゃん。こいつ状態異常無効じゃん。あ、そうか、発動時だから、これ麻痺無効。解除できてないわ。うわ、待って、それ強いわ。ずるすぎ、それ。おい、麻痺対決、お前無視してんじゃねえか。おい、ずるいぞ、マジで。ちょ、逃げるわ、俺。逃げます。ういいや、待って、お前、麻痺さ、特殊にコンボ繋がんないの多すぎだろ、マジで。麻痺れ。あいー。ははははは。これは読まれないんじゃないか。いや、特殊1枚はちょっともったいないけどね。
麻痺対決なってますよ、ちゃんと。オッケー。あいざま。いや、ここメイン使うか迷うな。いや、使わないわ。ちょっと欲張るわ。タックル、来ないか。あぶね！おい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 。よし、来た。で、メインで特殊ドローできます、こいつも。さあ、どうする？お、麻痺だけじゃないってところ教えてやろうか。ふい、ふい、ふい！これ、場に使わせればいいんで欲張ります。オッケー。射撃打って、テラチェンメイン。ほら、あ忘れたわ。アーマーあってもでもライジング来るからね。よーし、ま、さすがに麻痺対決は勝たなね。ね、さすがに麻痺対決は、結構麻痺してたな、お互い。お互い麻痺まみれになれたところで、2試合目ベジータ一家バトルです。で、俺今回普通のベジータ一家使ってもおもんないなって思ったんで、青紫ベジータ一家っていう謎の編成で挑んでみます。まあ、テオトさんこれは負けたくないでしょうね、ベジータ一家使いとして。おー、来た。まあ、普通に安牌なベジータ一家来たね。まあ、そう来るだろうと思って俺はね、面白ベジータ一家ですよ。ただこれ結構良くて、ベジータ一家って緑あんま強くないんだよね。なんで、青結構重いと思う。まあ、順番どうしよう。落ち葉、あ、ベジータ経由したいけど、まあ、一旦マベジで回復あるんで攻撃もらってって感じかな。で、耐久力もね、ガチガチに寄せるんで、これはね、めちゃめちゃ強いと思う。で、5ページ以内のめちゃくちゃ嬉しいわ。てか、ポマワンベジータ赤2つもしてるんだってよと。さあ、お互い実況者大会でマベジ使った者同士としてね、あい、マジか。噛み合っていく。え、待って、痛い痛い痛い。オハホモンディじゃないのか。なるほど。まあ、泥足ついてるんで、このまま、殴っていって、外すか。オッケー。泥足2段階になりました。こいつ18号みたいな能力してるんで、結構僕と相性いいですよ。この回復打撃は温存したいな。まあ、これぐらいで。ちょっとあんま火力出てないな。射撃も打ちましょう。交代ムーブさすがに引っかかんないよね。即起訴。あー、やばい。回避圧しちゃった。最近回避圧の癖ついちゃってるの良くないんだよね。まあ特殊って、必殺でもよかったな。これ最速取られるタイミングだっけ。まあいいや、メイン来そうだな。メインじゃないか。また回避圧しちゃってる。様子がおかしい。 OKOKOK。 まあさすがにしないと思って通常抑えてきましたね。ずらし圧しましょうか。メインメイン、あーマジか、即か。メイン来ると思ってずらしてたんですけど、即来ましたね。あ、交代禁止強い。普通にやばいこれ。あ、でも耐久覚えてるかな。覚えてなさそうですね。よかったよかった。一つぶっ壊してメイン。これメイン来るんだよね。で、単発止めライジングでいいかな。危ない。これ結構交代回さしてるんで、ここ攻めたいね。ライジングいきましょう。いけ、完璧よ。めちゃくちゃうまくない今のところ。冷静な、冷静なプレイに。え、待って、勝ったくない君。ちょっと勝ったくない。あフューダ発揮して時間稼ぎましょう。いやー、突っ込んでくるか。まあ、ライジングは、ゴッベジしてです。あ、待って、やばい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 。待って、あと一回待って。うわ、分かってんのか。お前、読むんじゃねえよ、マジで。必殺。もう、ほんと、クソガキが、マジで。おい、マジでやめろ、ほんとに。クソ野郎、マジで。おい、全部勝てねえじゃねえか。泥足ついてると思うけど、ちょっとタックルいきますわ。ケラチン。ま、待って、もうやめてー。もうほんとダリーわ、こいつ。どうやって勝てばいいの。射撃打ちます。オッケー。
あー、やばいやばいやばい、これこいつにライジング当たればまだあんのか。ないと思うけど、爆速で溜まったんだけど。こいつに打っちゃダメなんだよな。いや、もう本当に。こいつマジで。切った。これで黄色出してきたら。いや、あんのかこれ。絶対ないと思うわ、こっから。強いでも。とりあえず外しとこうか。怖い。オッケー。さあ、お前、ほんと許さんからな、マジで。いや、落ちないとこれ負けだ。もう読むなって。よし、まあ、通るけど、これ落ちないと負けだから。はい、落ちません。そうだろ、マジで。手札割って、まあ場にないから今のはしょうがない。逃げればワンチャンあるか。悪い。通常通常通常、ありがとう。同時にして、お願い。よしよしよし、いや俺もう逃げてよだめワンチャン。けっ、けっ、おーお前なんてことさせんだよ俺に。こんな、絶対攻めてくる。もう何こいつ、おい。マジで最悪なんだけど。もう頑張った方じゃない。でもくっそー。まあ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 いいでしょう。まあ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 、多少はやるよ。ベジータ一家でぐらいな、勝たせてあげないといけないからな。ということで11で。うわ、悔しい。じゃ、ラスト。ま、人造でいきますよ。これ、赤染めとかできたらやばいんだけど。ま、さすがに来ないでほしいね。行きましょうか。さあ、ラスト。なんだろうな。ベジテッカだと思うけどな。おーっと。ベジテッカでしたけど。あ、サイヤパね。なるほど、なるほど。強そう、めちゃくちゃ。ということで。紫なしなんで、緑いっぱい出したいね。これは18出さない方、これ、紫いないのあえてなのかな。悟空3持ってるもんね、テオトさん。人造読みだよね。これ18号出さなくていいな。俺が18号頼りだと思い込んでるな、こいつ。違うってこと教えてあげましょうか。俺この選出も結構するからね。行きましょう。頑張るぞ、マジで。これ絶対勝つ。ハックル回避でいいかな。突っ込んでいい。キャラチャンスしてくる。どうすか。いや、うまいね。まあベジホ変えてくると思うけど、まあ、これはしゃあない。回復あるしもらいましょう。俺本当にさっき読まれたから何でもするよ、勝つためなら。17号で射撃撃ってくるまでずっと頑張りするからね、俺。いい、それでも、みんな。突っ込んでいい。射撃撃って。ライジングはさすがにない。オッケーオッケーオッケー。通常かな、うん、だよね。眉裏射撃。射撃持ってなさそうですね、もう。いただきまーす。避けたんじゃない？避けてないか。
お、分かってんね、俺の。フラッシュボンバームーブ。フラッシュボンバームーブバレてます。打撃キャンって。危ない。フラッシュボンバームーブバレてます。うわ、一確認してくれ。うまい。一枚目。二枚目。時止めからの直当てライジングが一番負け筋なんで。おお、そっちで来るか。まあ、気絶ケアするんで、したいんでこっちで行きましょう。ちょ、マジで今の手音乗ってるから、ライオン気絶されるかもしれない。あー、よかったよかった。キャラチェンメインとかしてこん。お、これライジン、あ、ライジングは打たないか、さすがに。まあ、これは直で入りますね。うん。で、このフラッシュ使ってうまいことライジングを刀に当てたい。でかい。さあ、フラッシュの発生速度が速いの、テオと分かってるかな。うわ、見てる、ちゃんと。偉い。偉い、それは。本当に偉い。これ集中しないとね、めちゃくちゃ、分かりにくいんですよね。で、打撃読まれにくいと思う、こいつ。変換あるから。もう、こいつ、マジでガキ、ガキとか言っちゃダメだ。オッケー？お前、マジやっとるからな。こいつ、マジで、ライ読みしまくりだな。許さねえ。オッケー。フル回避、って一つ。OK、 まあ変えてくるよね。81、よしよし。で、これが麻痺が、52まで続くかな。で、81の技なね。覚えるねはどっちも。よし、とりあえず手札補充されるまでは遠くで、なんかしときます。いけ！メイン、メイン、メイン、メイン。メイン切らないか！なるほど。そう来るか。まひれ！あ、これ入るの？知らなかった！ちょ、知らなかった！あー、賢いね、お前！確かに知らなかった、それ入るの！それ入るんだね、知らなかったね。おい、読ませろや。これ耐えない？いや、今の俺浅かすぎた。そうなんだ。入るんだ。耐えない。耐えるわけないと。メイン。私の戦い方を。マヒレ。オッケー。私が出ます。そこで。オッケー、かぶせて。お前、マヒ、お前、ライオンだから、お前、文句言えねえからな、お前、遠くで待機稼がれても。おい、おい、おい。あっ、2連でいきます、タックル来そう。おーっと、安牌で、安牌。なるほど。まあ、セリ出しましょうか。これ、ライジング爆速2周目なければ絶対勝てる。オッケー。これ相手、場に使ってないけど、もうタックル回避安定ですね。手札もうないはず。残してたらめちゃめちゃ賢い。ある可能性あるんだよな、でもドロスクあるから。オッケーオッケー。もうタックル回避連打でいい。オッケー。40。超必殺40だから間に合う間に合う。オッケー。いや、さすがに落ちるっしょ、これぐらい。え、落ちるよね。ナイス。あ、すごい。ここ攻める。オッケー。オッケー。で、ここ外します。これ見てたら偉かったけどね、特殊で。特殊持ってるんだよね、こんだけ打ってきてないってことは。そっくり、オッケー。あー、よかった、デオトさん。一時はどうなるかと、ことかと思いましたよね。もうタイムアップギリギリ。あー、よかった。ということで、2勝1敗。面白い展開になったんじゃないでしょうか。テオトさん、対戦ありがとうございました。ということで、テオトさんのチャンネルはリンク概要欄に貼っとくんで、ぜひ無効視点も
まあ、特に1戦目が面白そうだったね、麻痺。見てみてください。シャロットすごいな。状態上無効ありつつ、麻痺持ちできるって考えたら、この縛りめちゃくちゃ面白いわ。終わります。お疲れ様でした。